しよし。うわ映ってんのかな、映ってるんだろうな。映るわけねえだろこんなもん。割となんていうの、パソコン画面で見ると結構細いところまで映ってるぞ。だってそう、はあ、やだ俺ほんとやだなんだこの虫気持ち悪い。何万匹って俺引いとる。もう引いてるでしょうな。ギャースって。やだな、絶対ムイ君に掃除させよう。星が綺麗でまた電気やったあーあー、すっげえ一万星かなんかがすっげえ綺麗に光っとると思ったら電気やねんかあれ。クソ田舎まさかあんな高いとこに橋があるなんて思わんぞ。うーわー俺ほんとやだ、俺こんな絶対やだ虫。帰り都会に行こう。うん、そうね。やだやだやだ俺ここ。あー、うん、帰りは別ルート通るよ。頼むよ。やだ俺こんなの。人が多いか虫が多いかは知らんけど。違うやんて、ほんとよ。これまだワックスかけたらで取れるかもしれんけどよ、絶対取れんぞこんなもん。油コピコピになれん。あの 鼻水と一緒。これ左で、え、なんかヨーランドだあれ。おお、エナキョーランドだよね。あ、そうだ、エナキョーだ、やったエナキョーランド。やっと来たか、ここまで。あったあった、ほら、エナキョーランド、ほらエナキョーワンダーランド、ほらライトついてる。やってるわけじゃない、やってるわけじゃない。一回来たいなと思ったね。やっと来たか、ここまで。これのちょっと行くと、あの、うん、潰れた廃墟のエナキョウがあるんだわ。そこも出るって有名なんやけどな。この辺り一体心霊スポットなのか。まだまだ続くの。およそ200メートル先、目的地は右側です。右側、もうクソも歩かい。これだ、これこれじゃないかな。エナキョウ大橋、これか。あれも正面は、あー、下が綺麗。わ、すごい、なにこれ、水車小屋がある。あ、風船、なにこれ、かわいいやん。下何あれ。目的地は右側です。お疲れ様でした。すごいやん、綺麗じゃん。人工だね、完全な。もっと明るいうちに来ようかった。なんか中途半端に暗いわ。これ本当に心霊なの。本当に心霊場所ここ。どう思うやつ俺。はい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃんはんです。じいちゃんはんです。久々取りに来るのは久しぶりっていうか、久しぶりで、なおかつ車のオープニングも、うん、オープニング違う、今回、うん、あ、先に場所を言おうか。今回来たのが、そうそうそう、岐阜県恵那市だよね。そうそう、恵那峡ワンダーランドの近くです。さっき中津川市っていう看板見えたやん。ここ中津川ちゃうよね、うん、違います。中津川はもうちょっと向こう。うん、うん、岐阜県恵那市の恵那峡。恵那峡、嘘でしょ。ん、ライトのとこ。なんで虫が入っとるんや。追っ払う。生きてるんだよな。なんで。もういいや、後回し、続けていいですか。はい、はい、今回来たのがその、岐阜県恵那市の恵那峡、恵那峡ランドちゃうわ、なんだっけ、恵那峡大橋。大橋、大橋。あなたがランドランドばっかり言うからさ。楽しそうだもん。やってないんでしょ、あの恵那峡ランドは。いや、あれ自体はやってるんだよ。あ、まだまだやってるの。やってるやってる。こっちはね、こっちは古い方と新しい方があって、古い方はもう終わったんじゃないかな。なるほど。こっちはまだ多分やってるはずで、
ごめんね、車内に虫がいんの。虫多い。もうマシンガンのように撃たれた。で今回あの、うん、岐阜県はあの四川のをめくったじゃないですか。めくりましたね。朝鮮トンネル、外人墓地、13、14号トンネル、うん、狭間不動尊。5やん。5位ってない今の。5個目どこだよ。あれ今こんなことなんじゃなかった。違う、こう、あ、そうか。1、2、3、4だよ。普通こうだろ。知らん。で、うん、で、で、あの、うん、正直もう岐阜県いいかなとも思ってたんだけど、うん、もういっぱいいっぱい、もう食えない。そんな中、わざわざこう来たの、ちゃんと理由がありまして。あるの、ここ。そうそうそう。いや、場所自体、その、まあ、幽霊だったりね、うん、の話で言ったら、間違いなく、うん、四川のよりかは低いなっていうのはもう前評判っていうかさ、うん、そんなんで思ったんだけど、うん、なんでわざわざここに来たかっていうと、うん、あなたが、うん、あなたが原因なんですよね。俺の離婚。いつの話。俺が仕事なくなったこと。それ幽霊のせいだったんか。多分な。え、俺のせい。やべえやん。そう、あなたが誰かに金借りたかな。割と思い当たるいろんな節があるね。あるあるある。あなたが、うん、ずっと言ってたのがオープニング撮りたい、オープニング撮りたいって。撮りたいよ。もう現地着いたら速攻よっしゃ行こっかっていうノリが俺らだったから。だってオープニングめんどくせえだなと思う。早く行って早く終わらんとかなんだ。違うか、うん、だからあのうん、まだ新年にしてはだいぶちょっと早い時間、まだ8時前です。まあまあ時間もたっぷりあるということで、うん、ここで起きた恐怖体験の方をちょっと語ってみようかなと。おお、え、ここ恐怖体験あるの、あるのこんなとこ。まあ多分これまだ明るい時間帯のやつだと思うんだけど、虫がいっぱいおるだけやぞ。Wi-Fi 飛ぶわ、虫飛んどるわ、オーブ飛んどるわ、勘弁してくれ。ここ今回 Wi-Fi の数よりオーブの数より虫が多い。Wi-Fi 1本、オーブ1本、虫3本、バーンって4本あるとこ。で、ここの、なんていうの、うん、心霊スポットの恐怖体験が、うん、数年前に岐阜県の恵那郷にバーベキューに行った際のお話です。うん、昔々のことだった。バーベキューを行う場所は河原なんです。その河原に行くには恵那郷大橋を渡る必要があります、うん、で車の駐車を考えると恵那郷大橋を歩いて渡る必要があり歩いていきました、うん、この恵那郷大橋の途中バーベキューの用具を運びながら気づいたんですが、うん、女性の多いって声がすごい聞こえるんです。下からが誰か呼んでんじゃねえのかここ。まあ、下からさ、知らん人が上の人に声かける理由何よ。えなきょうさんがとあの従業員見て、おーいって呼んだのかもしれないんだ。あれどう見ても山彦、まあのヤッホーのノリでさ、そんな呼ばれてもさ。で、そのすごい声が聞こえるんです。で、その声の先は橋の下、さっきチラッと渡った、チラッとで渡った橋の下から、うん、8人中8人とも聞いておりまして。それおめえたらお前棒とかなんか乗っておいってやってたんじゃねえのか。夜に。で、まあその8人は今からバーベキューに行く予定って言って行く際ですが、うん、まあ、でもちょっと怖くなってしまいました。ちなみにここバーベキューやれるとこあるの。まあ河原のどっかでやろうとしたんじゃない。あの橋の下降りるの知らん。これどうやって降りる。ここでバーベキューする予定はねえもう。で、橋の下を確認しても何もいない、ただの川です。それでも、うん、おいと聞こえてきます、うん、とてもこの恵那郷大橋を越えてバーベキューをする気になれず帰ってしまいました。いろいろと。それ何時頃なの。バーベキューでも5時か6時やもんな。夜なの、昼じゃねえのこれ。昼なんか。だったらおめえあれだろう、どれだよ。あ、もう絶対におめえ、生きた人間の声、恵那郷系かなんかで多いって呼んでんじゃねえの、うん、その何壁に跳ね反響した。ああ、遊園地確かにあれだもんな。
近くにあるわけです。静かな遊園地ってねえだろう。そう思いません？僕はそっちだよなと思うけどね。あ、でもやっぱり昼に聞こえたためってあるだ。昼に。これが夜中だったらさ、うん、おい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 と思いません？ああ。でもこれだって8人中8人が聞こえたわけやろ。8人中8人がって書いてあるね。8人中1人だったらやべえかなと思うけど。そうね。え、なんでみんなあの声聞こえてない？誰かに呼ばれたよねってなるもんね。うん。ああ。遊園地の声説？いや、変な話さ、よくあるやん。山彦だって、わっ、ヤッホーって言ったら、遠くからヤッホーって聞こえるわけじゃん。うんうんうん。ああ、確かにこの辺り山はいっぱいあるか。そうそうそう。だし、橋のとこだってさ、変な話、すごい下、結構下、壁があったじゃん、ブロックが。うんうんうん。変な話、下からヤッホーってやれば反響するんじゃない？多いでも、何でも。あんなけん、すぐそばにエナキョウがあって、で、すぐ手前にあの何風車があったんやぞ。うんうん。でちょっとこっちにはさなんかホテルかなんかあったぞ。今見える限りでは確かになんけど周りに人がいる条件は揃ってるもんね。そう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 。そこで多いって聞こえても不思議ではねえわな。あ、うん、じゃあ事件解決ということで。それは困るでしょう。で、あのまあ多分このね恐怖体験談の方も調べたんだろうね。いろいろとネットで調べたのですが、うん、声が聞こえるのは有名なお話らしく、よくあるのが過去の自殺者、川で亡くなった方がこの橋の下に集まって助けを求めてる。あんなえなきょうなんだね。でもね、すっごい嫌なこと言っていい、うん、あのこの記事を調べるためにね、うん、あの携帯でね検索するじゃない、うんうん、えなきょう大橋ってねまず入れるじゃない、うん、次に出てきたの飛び降りやったで。あ、そうなの。おい、マジかって思ったもん。へー。何？恵那橋に入れなかった悔しさ。他の遊園地行きゃいいや。なんでわざわざダイビングに変わっちゃうの？こんなとこで自殺するしおるの、うん、むしろ。でもまあ、高さは十分だったよ。え？橋の。十分だろうね。だけどわざわざここで死ぬ？死ぬ人間にさ場所を選ぶ気力残ってないやろ。でもあそこ見たら俺死ぬ気なくなるぞ。これエナキューで遊ぼうとか言って。そう思う？どうなんだろうね。俺も自殺する死ぬわって言ってエナキューワンダーランド見てやっぱ死ぬのやーとか言って明日にする。そうそうそう。そうね、遊園地あって楽しい声聞こえてるのに自殺は嫌だね。嫌だろ。最後まで読み切れないんですけど、このそうなんで。うん、まだ他になんか噂あるの？でかまあそのこの橋の下に集まった助けを求めてる。今回は昼に聞こえたため問題なかった。ただしもし夜になっていたら私たちも多いって呼ぶ側になっていたかもしれないと考えるとゾクッとします。あまりにいい風景なのでここで写真を撮る方もいるらしいですが、私はとてもそんな気にはなりませんでした、うん、私はとても霊感が強い方なので頭が痛くなり気持ち悪くなったことを覚えています。なりましたか？霊感が強い方はそれが霊か霊じゃないかって分かるんじゃねえの？だろう。まあ霊感の感じ方は人それぞれなんじゃないの、こういう記事見ると。そうなの。じゃあ霊感強くねえじゃん。恐怖体験談にここまでボロカス言う人も初めて見たわ。だって私は霊感が強い子ですって言ったらさ、うん、その大井が霊なのか人間なのかって勘で分かるんじゃないの、霊感の勘で。ああ。じゃないの、ゾクッとするとかさ。ああそうだね、声かけられたら動けんかったもんな、うん、俺やろう。霊感が強かったらそのぐらいわかんじゃねえの、主婦の勘でもいいし刑事の勘でもいいし。ああ。どう、サンボロがいっぱい出たりさ。サンボロ、鳥肌スタンダップリーズになったり耳鳴りがしたりさ。
行き過ぎて鼻血が出てきたりとかさ。ね、霊感強い人でそんなことになる人いんの？僕の中に一人はおる。いたわ。血圧高えのって言ったもん。うん、霊感の感じ方人それぞれやな。そうそう。にしてもその人霊感が強かったらさ、それが霊か霊じゃないかぐらい分かるだろう。せっかくオープニング撮ったのに恐怖感台無しだよ。すいません。まあもう一回ちょっと皆さん車で走ってみます。おお。もう一回。向こうの夜景は綺麗なんだぞ。めっちゃ綺麗じゃん。ね。サムネ用。いい庭だな。めっちゃ眺めいいね。ねえ、眺めはいい。明かりうちにも来たかったな。これ鈴の音。あ、だー。らしい。虫を。え、そんないる。あ、そう、橋の下からあれだ。おーいって声がする。ねえ、星が見にくいね。これだけ明るい明かりがあるもん。どっか星見とこか。はい。ここ来たくないでも。お、ピンとこボケるボケる。あ、やっぱ響くな。うん、星が綺麗。あ、でもなんかやっぱ遊園地っぽいな。なんか距離が近すぎる。でもすごい遊園地って不気味だよね、夜っていうかさ、生ぬるくね。寒さがねえな。ね、こんななんか高いところなのにね。びっくりしたな。カエルが鳴いとるね。ね。なんかさ、本当なのここ。とりあえずこれ、この出っ張りのところで橋の中央付近かな。まあ、だろうな。多分通りすがりの人は何やろうってビビるんやろうな。え、何って。釣り行きとったらビビるかな。あ、そっか、下水が溜まってるって言ったかな。水が溜まってるのに川だろこれ。違う、うん、川っていうか池、川じゃないかな確か。うん、だから水が溜まってるんだ。池なの。面白くねえし。それ四天王みたいなものを想定されたら、あれよ、オーブの数は少ないよ絶対。さあ、声もなあ、もう聞こえねえし。聞こえるのはカエルの鳴き声か。キョ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 ってカエルだろ多分。ちっちゃい。まあ確かに、うん、昼に検証すべきなのかな。絶対下でバーベキューやっとるやつらいて。そのだってこれどうやって乗れるのバーベキュー。むしろそこを教えてもらいて。どこからか渡って、うん、バーベキューしようとしたんでしょうな。だからさ、変な話さ、うん、これさ、こうやって見てみ、うん、真下誰も見えませんけど、真下なんか見えんやろ橋の下なんて。ああ、橋のこの要は俺らが立ってる 下ってことよな。そう、そっからわーって聞こえたら見える。どうなの。人がいたらでもなんかキャッキャしてる声っていうのは聞こえるんじゃないの、その多い以外にも。そうそう、だからやて。ん、キャッキャキャッキャって確かに聞こえんかもしれんよ。あ、
キャッキャッキャッキャがさ、うん、どこまで聞こえたか知らんけど、普通さ、うわーって大声出すキャッキャじゃないの、わーって大きい声出す、そっちやないのこれ。その子たちも川の下でバーベキューをしようとしたら同じ人がおるわけ。ああ、じゃないのかな。認めたくない、怖いから怖いなんてみじんも思ってへんやろ。思ったことない。よし、じゃあ反対側に渡ってライトがね、変えてみるか。これ行けれるじゃん、ここ。お、え、あ、行けねえし今バカにしただろう。いや、え、こんな看板あって行けるかって思って。でもまだ新しいぞこれ。こんなんどっかキャンプで降りられるんだったら見るぞ。くそ、毎回毎回鍵を閉まってくるのを忘れる。本当だよ、チリチリはやめて。こういう心霊の中のチリチリ、マジや。バイクの人がこっちを見てるね、何も聞こえんのですけど。せやな、どないしょうなどないするこの時間。お土産も買ってねえし、ただ何、俺のプロモーションビデオ見てるか俺の黄昏を撮っとるだけになるぞええんちゃう。カメラもカメラライトは持ってねえわ、デジカメ持ってきてねえわ。もうやる気ゼロじゃねえか、ただの俺の会話じゃねえかこれもう、まあまあまあ、頼むわ。あのだってさ、あの言ってしまえばさ、そういうオーブがやばいだとかさ、んやめろ、がっつり心霊スポットみたいなさ、あれよりさ、恐怖体験をもとにさ来てるわけだからさ。だってあそこら辺が多分キャンプできそうなとこ。でもこんな岩場キャンプできやへんでむしろどこでこの人キャンプやろうとしたん、あ、バーベキューやろうとしたんやろな。どっかあるんでしょうな、展望台違うな、うん、いいな、あっちには幸せがあるんだろうななおさら自殺スポットとか飛び降りスポットに見えんな。絶対俺ここでさ、もしこうやってやろうとしても、うん、心変わりするぞ多分ね。なんかこの辺の周りのもの全部見えなくなるぐらい追い詰められてな、死ねないってことでしょ、ここ。まず遊園地で遊んでから死ぬやろ。でも俺、多分遊園地で遊んだら死ぬの忘れてるよ。いやー、楽しかったわーって言いながら。そういやー、俺何しに来たんだろうと。はい、皆さん、声は何一つ聞こえないんだけど、バーベキューやれるとこがない。くらいでかな。ないない尽くしやな。声聞こえない、バーベキューする場所ない。だってバーベキューするような岩場ね、岩場ばっかだぜこんなもん、絶壁の。うん、下が暗すぎて何も見えないわ。聞こえますか？返事したの帰るだけやね。スルーされた今。あ、おかしな人来たわ、絡まんとこうって。それ。もしもーし。怖いから、絶対怖いから。俺橋の下にいても絶対返事する自信ないから。ショック。うん、でもね、観覧車のおかげで取れ高的には困ってないぞこれ取っといてよでもさ、本当に何でこんなにバーベキューするんだしょ。っていうこと、その声が聞こえたのはじゃあ謎だよね。8人中8人聞こえてるだからね。なんか俺ボートでもなんか動いとるそうな気がするんだけどな
あのね、暗い中でね、観覧車だけはライトのおかげですげえ存在感が強いからね、そうすげえ目立つの。あの風車が撮りたかったね。ああ、ちょうど全部影になってて見えないね、あ、おいおい、こんなに早く終わるんか俺ら大丈夫、その分のオープニングトーク広ましがあるから。どっこいしょじゃあちょっと待っとるか、座って座れ、は鼻が詰まる、虫かな、虫が入ったみて、以上座って何を待つのかね、おいしょっと、なんか座ったら声聞こえへんか、しばらく静かにしますあ、これダメなパターンだあの動画確認が辛いやつだ無言になるというすげえ眠くなる、これやばいぞ。いや、まあ正直、うん、オーブの写真なかったし、調べた時にね、うん、そういう何か影が見えたとかそういうのもないし、うん、声が聞こえてるだけやろ、下から声が聞こえたで、うん、さっきのトークでさ、こう遊園地の声じゃねえのとかさ、うん、他のとこからの声じゃねえのってさ、人がいっぱいいる条件揃ってるから、そう揃いすぎやで、ここまあ場所自体はねあれかなって思ったけど、要はオープニングのトークあんな感じでいかがですかって話を、ああいうなんかいい、うん、恐怖体験とかそういう調べてきちんと、うんうんうん、でホワイトボードにやっぱし書いて地図とかも気にならんすか。そうなあ、そう一眼レフぐらいあればまともな写真撮れたかもしれんかったな一眼レフでもまとも撮れんぞデジカメなんか絶対撮れんぞこんなもん。そうなあ、なんかオーブ撮れる雰囲気でもねえんだよな、なんか、うん、でもなあ、霊感を感じるか感じないかって言ったら十分感じ取るんだけどなここに来て入る急激なフォローよかといって普通そこら辺の街並みと一緒、ああ格別目立つ心霊スポットではない、そう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 、その声がうんぬんっていうのはようわからんわ、こんなの絶対こんなもん、キツツキかいあ、静かにしますってなっちゃったやん よし、てなわけでもうなんもないな、なんもないな、さすがに体験談1個で来るのはリスクだったかなリスクどんなリスク持ってきてるの